We don't stop. Nah. Say the best for the last. Talking New York thoughts of a predicate fella, baby. Yeah, man. Guess who's home? Filet mignon. But now a nigga home looking frail in the trap with a bitch shotgun that's in hell in the cop. I got rocks on my neck the size of bottom tops and got Glocks in electric we ride behind guys. Bro days we used to put water in our cereal, now we caught some borders just to shoot another video. The sparring とかあるの？いや、今日はもう、あの、ミッチョとか、その、今日が実際、練習の、もろ始めぐらいです。もう、あの、やっぱ1月はずっと縮小会とか、そうですね。あの、本当に、うん、さすがにやっぱ、結構あんなにいっぱい来てもらったらね、顔出すとこは出しとかないとっていうふうに思ったので、まあ、3ヶ月あるので、まあ、みっちり、今日は本当にスタートっていう感じになるので、体を動かしながら、2017年12月、36歳にして日本チャンピオンになった細川バレンタイン。2018年5月、初防衛戦を迎える。ナイジェリア人の父、日本人の母から生まれた細川バレンタイン。ナイジェリアで育った彼が7歳で来日した理由を語ってもらった。そうですね、まあ、あの7歳になるまでにやっぱり何とか家族旅行で、日本には来てたんですよ、うん、やっぱり日本はいろんなものあるじゃないですか。じいちゃんおばあちゃんやっぱり何でも買ってもらえたし、やっぱ僕が7歳になるまでのイメージの中でももう日本ってすげえところだったんですよ。もう特にやっぱりナイジェリアが貧富の差の激しい国でね、うん、うちはそんなにお金持ちではなかったから、ナイジェリアと比べてしまうとさらに差があるみたいな、うん、そんな思いだったので、まず僕が日本に行きたかった。で、同時にですね、やっぱりナイジェリアはこう情勢が不安定なとこですから、いつ暴動が起こって誰々が死んだ、誰々がどうなったっていうのも本当に日常茶飯事なんですよね、うん、なのでお父さんお母さんがもしね、家族の中の誰か一人が日本にいたならば、その子が家族を助ける希望になるのではないかと思ったということ、あともう一個やっぱりおじいちゃんおばあちゃんも定年退職をして、まあ孫の僕のことはやっぱり可愛いと思ってたんだと思うんですけどね、うん、一人だったらこう育てていいよと、あの思ってくれた、まあ、この3つのポイントがやっぱり、まあ、うまく合致していくことになったんだと思うんですよね。で、そこから日本の学校に通い始めるわけですけど、はい、15歳でナイジェリアに戻るわけですよね。そうです。でもちょっと戻った理由をもうちょっと。いや、やっぱりですね、まあ、素直に言うともう本当に悪い子になってたんですよ、うん、で、まあ、これがまたですね、自分の本当のお父さんお母さんであれば、まあ、あの思春期の、子供、うん、10代の子供をね育てて、そういうようなまあ、ハードシップというか、うん、があることについては想定できたと思うんですよ、うん、ただ正直ね、あの頃の俺、中学校の頃の俺、やっぱり体力もついてきて、僕喧嘩も強かったですよ。で、僕頭も良かったので、頭がいいというか勉強ができたんですよ、うん、なのでなんかこう、もうまあそれはそれは生意気なクソガキになってたんですよね。で、言ってしまうとおじいちゃんおばあちゃんに僕を育てられる体力がなかった、うん、っていうのがもう実際のところだと思うんですよね。本当おじいちゃんおばあちゃんも僕を
ナイジェリアに返したかったわけじゃないと思うんですよ。今でもやっぱりおばあちゃんの愛は僕すごく感じるし、うん、孫に対する愛じゃないですよ、うん、おばあちゃんは俺のことを息子だと思ってるんでね。そう、でもまあそういうことですよね、うん、あまりにもちょっと手がつけられない。で、まあそんな状況の中、多分おじいちゃんおばあちゃんちょっとお父さんお母さんに相談したんですよね。で、おいどうなってるんだみたいな電話がこうお父さんからかかってくるわけですよ。ただね、電話口で話してるお父さんが何言ってるのか全然わかんねえと思って、それぐらいその英語忘れてしまって、そうなんですよ。最初は英語しか喋れなかったはずなのに、今度は英語も話せないと。で、まあお父さんからしてみたら家族を助ける希望としてね日本に送ってるのに、家族とコミュニケーション取れないってどういうことやと、うん、やっぱりまあだからそこでもね、またやっぱりおじいちゃんたちはやっぱりもう返した方がいい、お父さんお母さんたちもやっぱり一旦戻ってきなさいって、やっぱりこういうようなやっぱり意向もあって、まあこの時だけは僕はナイジェリアには帰りたくなかったですけどね、で15歳ぐらいで帰って、やっぱその日本とナイジェリアの生活の違いにこう愕然としたみたいな。そうですね、はい。僕ね、でもねすごく帰りたくなかったんですよ、ナイジェリアにね。それなんですか。やっぱり知ってるからですよ、やっぱり記憶上にあるんですもん、うん、最初日本に来たかった理由もナイジェリアとの差をもう僕がちっちゃいながらも知ってたから、日本が良くて、僕たちは一応ラゴスの首都に住んでるわけです。そうで、お父さんはもともとは首都に住んでる人じゃないんですよ。イモ市ってところがあるんですよ、うん、でイモ市のオコヒャ村というところから来ている人なんだけれども、村は電気とか水とか通ってないわけですよ、はい、で僕父さんはやっぱり毎年年に1回帰るわけですよ、そこのもう村の長なので。でそこに帰るとやっぱり村の子供たちは4キロ先に池にこう水を汲んできて、それをろ過して熱して飲むわけですよ。でお父さん的にはやっぱり村に来たわけだから、お前も同じことをやれよと、うん、いうことで僕たち3兄弟にそれをやらせていたんだと思うんですけどね。なので村に帰った時にはもうほぼ毎日それですよ、うん、だから村に行くのは大嫌いでしたね。4キロって言ってもね、平らな道は4キロじゃないですからね、うん、下るんですよ、うん、池に行くのにね、下って汲んだものをまた上がっていくわけですよ、うん、いやもう本当大変ですよ。誕生日にコーンフレークを買ってきてもらったって話はどういうあれですか。ああそうですね、日本にいた時はですね、僕毎朝コーンフレークだったんですよ、はい、で僕コーンフレークが好きだったので、っていうか日本ってコーンフレークじゃないですね、コーンフロストですよね、うん、でじいちゃんばあちゃんがコーンフロストをね必ずもう買ってくるわけですよ。頼まなくてももうあるんです家に。コーンフロストは大好きなんだけども、もう毎日食ってるから飽きてきちゃって、こんなもんと思ってたんですけどね、ナイジェリアに帰ったらコーンフロストなんてないんですよ。でもコーンフロストが食べたくて、うちにはお金ないからそんな無理だと。でも弟たちもコーンフレークが好き、なので僕たちは年に1回だけクリスマスの日だけはコーンフレークを食べることができるんですよ。お父さんがクリスマスイブの夜に買ってくるんですよ。でミルクはないので角砂糖を分かりやすくこう潰すんですよ。でそのコンデンストミルクの中に混ぜて甘いミルクみたいなものを作るんですよ。それを牛乳の代わりとしてコーンフレークと一緒に食べるんですよ。クリスマスの朝だけは僕たちはコーンフレークあることを知ってるんで、ね、朝の3時ぐらいに起きるんですよ。でなんで3時に起きるかっていうと、ワンパックを3人で分けないといけないんですよ、ね、ということは
最初に開けたやつが一番いいのは、ちょっと不正をして得するわけですよ。ね、で3兄弟ね、みんなそれを知ってるから3時に起きるじゃないですか。みんな起きてんの。で俺たちは去って行って夕食のところに来て、分かった、じゃあこれをね3人で食べるぞって言って3つ皿持ってきてコーンフレークを入れるわけですよ。それをまた入れた後に今度は量りに乗せるんですよ。量りに乗せて、お前ちょっと3グラム多いぞってさってこう入れて。でもね、僕ナイジェリアに帰ってよかったと思う。初めてそこで俺ってハーフなんだっていうことをこう自覚というか自分で確信したんだと思う。あ、僕には2つの血が流れてるんだなと。日本に僕ずっといた間、僕ずっとこう思ってたんですよ。僕は日本人だと。でもやっぱり人と違う自分も気づいてるじゃないですかね。なんで僕髪の毛こんなにクリクリなんだろうって、なんで俺の唇こんなに太いんだよとか、今ではその唇が好きなんですよ、でもね、なんだろう、自分に納得できた、これ坂本さんにも聞いたんですけど、年齢的な衰えとかって感じないんですか？僕は一切感じないですね。坂本 D はどうなんだろう、あいつ感じてるって言ってました？いや、言ってないです、全く言ってないです。感じたらやってないと思う、うん、そこですよね、うん、なので実際にはですよ、今までやるんだったら今も軽いと思うんだから、いや衰えてるよっていう人もいるかもしれない、うん、でも僕自分の人生の中で今一番強いと思うので、もしかしたら要は若い時のような瞬発力はやっぱり傍から見てたらないのかもしれないけども、いいんじゃないですか、ないから他のものがつくんだって、ね、昔までやっぱ年取りたくないと思ってたけど、もちろん今でも年は取りたくないんですよ。でもこの年齢になってもこんな若いやつらとさらにこのトップレベルでやれてる、なんか人生2回生きてるような感覚ですよね。わかります？だから僕はすごい得してると思います。もし僕がこれを50歳までやれたとしたら、僕がね世界の何億を稼いでる人よりも僕はラッキーだと思います。だって多分お金で年齢は変えないから。ちょっとそのナイジェリアの環境が嫌で、その、まあ、勉強して日本に来るチャンスを掴んだわけですよね。はい。その時の話をちょっともう一度お願いします。そうですね。僕、まあ試験はですね、2つ受けてるんですよ。1つはケンブリッジ大学に行くため の試験、まあ総合判断、総合というか全ての教科目 A なんですよ。A 以上の成績ないので、まあ、勉強しかしてなかったんだよね。なんでその成績を持ってこれならケンブリッジの医学部行けるやろと。で結構ですね、イギリス大使館にも確かの人もまあそういう学校だったので、ケンブリッジ大学へのこう留学をこう進めるような大学だったので何度か来たんですけど、まあ、僕が言われたのはこの成績で医学部はもう全然ウェルカムだと、むしろ来てほしいと。だけどイギリスの国籍がない人には奨学金で勉強してもらうっていうことはできないんですと。それはやっぱりどんなに勉強しても最終的には自分の国に帰ってしまうでしょと、それはイギリスにとってのメリットがない、メリットがないんだと。そうなので申し訳ないけどそれはできないんだと。でまあ、僕は悲しい思いをするわけですよ、まずそれで。ほんでそうこうしてるうちに今度は文部省がね、日本の大学への奨学金をアフリカの国々成績優秀者1人、各国から1人に出してるっていうことを僕聞くんですよ。でまあそもそも
僕のお父さんもその試験を受けてナイジェリアで一番になって日本に来てるので、留学してきてるので、むしろ僕はその時に運命を感じたんですよ。ちょっと親父もこれで来てると、なんなら俺もそれで行きゃええやんって言って試験を受けたんですよ。僕と弟で試験を受けました。僕が1番になって弟が3番、まあ、僕試験1番だったので、まあこれは試験もあるしインタビューもあるっていう形式のものだったんですけど、まあ試験1番でしたからね、当然インタビューを待つじゃないですか。待てども暮らせどもインタビューの連絡来ないんですよ。で僕何とか自分の足で僕日本大使館にも行きましたよ。まだですか、まだですか。で僕そんなしてるうちに半年経ちました。そっからあの連絡前で、ある日突然ね、僕が大使館に行ったら張り出されてるんですよ。もう今回はこの人に決定みたいな、全く知らない人の名前だったんですよ。ナイジェリア人だったんですけどね。当然僕は抗議しますよね。インタビューにも呼ばれてないのにって、どういうこと。でもなんかそこら辺の返答はもらえなかったですね。まあ後からお父さんがいろいろ調べたらところ、なんか行きたかった人がいくらかな、こうお金でその権利を買ってね、行ったんだと。それは日本でもそうでしょうけど、やっぱナイジェリアの方だと賄賂っていうのは結構日本よりもはるかに多いみたいな。はるかにっていうか、もうお金があれば何でもできます。うん、はるかにというか全てのことが賄賂です。警察が来るじゃないですか、拳銃持って、ね、来るということは警察は捕まえようと思って来てないんですよ。うん、あなたの汚点を1個私は見つけたので、それに対してあなたはそれをいくらで買うんですかっていう目的で警察も来てるので、捕まえる気なんてないんですよ。なんで賄賂がひどいというよりも、もう賄賂ありきの国なんですよ。今は正直ちょっとどうかわからない。なのであまり僕は今昔のナイジェリアをもとにね、フェアじゃないかもしれないけど、その時僕が感じた雰囲気、うん、はそういうものでした、ね。でもまあ結局それであの席を奪われちゃったけども、そのおばあちゃんというかおじいちゃんおばあちゃんの計らいでもう一度来日させてもらって、そうです、航空チケットとか送ってもらったとか、そうです、あの買っていただいて、うん、でその二十歳ぐらいから来日をされて、はい、まあ、学校入るためのお金を貯めるためにいろいろバイトしたりとか勉強したりとかをしていたと。でまあそこから、派遣としてシティバンクで働き始めて、はい、で後々正社員としてずっと勤めるようになると、まあ、正式にはですねシティグループだったんですよね、うん、まあ、金融系の仕事、そう、金融系の仕事。しかし2018年の3月、細川バレンタインは大きな決断をし、長年勤めていた会社を退職した。純粋なプロボクサーとなった彼の全力が解放されることになる。まずは次の防衛戦をまず勝って、仕事の話はそこから考えようかなと。なんかすぐにね、じゃあ次の職って決めなくてもいいのかなと。まず僕は次の試合に勝ちたいんですよ。どうあっても勝ちたい。どんな仕事をするのかっていうのことについては5月の7日終わって以降ゆっくり考えていこうかなと。どうでしょう、その改めて純粋なプロボクサーになった気も。いやー、はい、まあ、一言で言うと幸せです。はい、純粋にねボクシングが好き、本当にそれをねすごいこう感じれるんですよ、うん、俺本当に好きなんだなって思える、うん、むしろ僕から言わせてみたらナイジェリアを見てきたから会社員だけでやっても幸せっていう考えなんですよね。会社員だけでやっても幸せなんだから、だったらもっと他のことできるんだからもっとやろうよと思って始めたのがボクシングなわけですよ。でただこの2つをやってるうちに僕はさらにこう思ったんですよ。だったらね、じゃあ自分が本当に好きなボクシングだけをやったとしたらもっと幸せじゃないかと、うん、
23歳から4歳の時にボクシングを始めると、はい、それはもともとどういう理由でボクシングを始めたんですか？もともとはですね、K-1 流行ってたじゃないですか、うん、プライドもすごかったですよね。かっこいいなと思って、K-1 とか総合格闘技とかをやれたらいいなと思って、実はね、ちょっとキッドさんのジムとかにも行ってたんですよ。で、僕そこ行って柔術の練習したりとかやってたんですよ。で、その時に思ったのが、これで打撃つけたら K-1 とかプライド出れんじゃねえってと思って、近所にあった宮田ジム、ボクシングジムをトントンって叩いて、まあ、まず打撃だからまずパンチからつけようって、まずパンチって言ったらボクシングやろうって入って、入った、確かに僕ね、初日だったと思うんですよ。会長がね、なんかお前もうスパーとかもできるやろみたいな。で、俺も何を考えたか分かんないけど、はあ、できます、こんな余裕ですみたいなこと言ってるんですよ。一回もやったことがないのに、もうすぐギア、変なマウスピース渡されて、ね、じゃあやろうかって、初日にスパーですよ。で、いきなり上げられるんですよ。で、今思えばその子はね、確かまだ17歳の子で、でも15歳ぐらいからやってるのかな、ボクシングを。俺会長に言ってんすよ、俺やっちゃいますよ、このこいつとか、こんないいんすかって俺が。で、パーンって始まったわけですよ。3分間の最初のね、20秒ぐらい、うわーって言ったんですよ。それはすごい勢いで、まあ何も当たらないっすね。当たらなかったこと自体はどうでもいい、3分あるでしょ、20秒で疲れてるわけですよ。残りの2分半は殺戮ショーでしたね。もうボッコボコにされて、17歳にボッコボコですよ。で、やっと1ラウンドが終わったんです。で、2ラウンドやるはずだったんですよ。会長はね、まだやるかと、もういいって言ってリング降りたのがすっげえ悔しかったんですよ。ただ同時に僕思ったのが、この打撃持ちつけたら、いや俺はやっぱりこう総合でもキックでも何でもできるようになるって思ってたんですよ、最初はね。でもボクシングやってるうちにね、どんどんボクシングにハマっていったっていうのが本当のところですね。すみません、お待たせしちゃいました。お久しぶりです。もう遠目からでもよくわかりますね、細川さん。ガタイがいいかな。なんだろうこの人って。そんな感じよね。いや、体小さいですけど、わかりますよ、すごい。やっぱすごいっすよ、ガタイは。本当ですか。いや、なんだろうな、そのボクサーってやっぱ細いイメージありますけど、一般人と並べちゃうとやっぱり半端ねえなとか。でも、あれじゃないですかね、結局僕言ってしまえば減量しないじゃないですか。はいはい、それもありますよ、きっと。だから、この体重でやっていくために、はい、こう、ベストな、はい、体を作ることにはこうすごい僕は追求を惜しまないんですよ。階級なんですけど、はい、最初から、スーパーライト級だったんですか？初めから僕ね、減量しようっていう気全くなかったので、最初はね、62キロぐらいあったんですよ。じゃあライト級でやろうと、 61.2 キロじゃないですか。で、61.2 キロのライト級にエントリーして新人王になって、でもやっぱ新人王になる頃には体重がね、63キロぐらいになったんです。3から4キロぐらいに、やっぱどんどん体大きくなってくるんですよね、やっていくと。
だから他のボクサーのような減量の仕方とか俺知らないし、みんなが取ったようなこう苦しみ、そこは分かんないです。その代わりやっぱ試合は大変ですけどね、やっぱり。やっぱリーチの差が出ちゃうわけですよね。やっぱリーチの差も出るし、ね、なんだかんだ、僕パワーあるねって言われるけど、やっぱり当日の体重違うので、結果的になんかこう、パワーでなんか勝負して、良かったって試しはやっぱり一回もないです。量はでも結構いきますね。ええ、僕全然もう量めっちゃ食いますもん。うん、そうですね。なんかこのあと2時間ぐらいしたらまた腹減るんで、減ったらまた食べるし、僕本当夜までに僕6食くらい食べますもん。そう。だからなんかこうね、いろいろそのなんていうんだろう、本当俺結局俺減量ないので、こう食のことをなんかこう我慢してるとか本当何もないから。なるほど。いただきます、はい、うん、なるほど。でもどうでしょう、その王者になってからの変化っていうのは、うん、よくね、チャンピオンになってから強くなるっていう言葉があって、うん、何言ってんだよって思ってたけどね、あのね、チャンピオンベルトってね、見ると分かるんですけどね、あれ手元に持ってみるとね、多分汗とか血とかね、そんなんが混ざってんですよ。綺麗じゃないんですよ。そんなキラキラしてないんですよ、チャンピオンベルトって。でもね、だからこそこう重みがあるっていうの。だから僕も不思議に思ったんだけど、ベルトができてね、最初に持った人から、僕確かもう十何年ぐらい経ってるのかな、ベルトができてから、今の新しいベルトになってからね。なんかそういう人たちのなんかこう思いをね、なんか継いでるみたいな気がするの。うん、日本のボクサーたちが目指す頂き、もちろん世界入社者はまたさらにその上なんだろうけど、まずはみんなそこを狙うわけじゃないですかね。その頂きにいるっていうこと、うん、こう気が引き締まりますよね。ただね、これ日も変えようかなと思ってんだよな。試合を4日後に控えた細川バレンタイン、対戦相手のディスティノジャパン選手について語ってもらった。そうですね、多分今回のチャンピオンカーニバルあるでしょ、挑戦者の方が有利なんじゃないかって言われてるのは僕のこの試合だけだと思います。まあ人の意見ですから、オッズなんて、うん、なので僕はそんなにそこは気にしてないですし、だけど日本に来て3人なんか KO を倒してるんですよね。こんなんまぐれじゃできないですよ、うん、だから強いんです、間違いなく強いです。戦績見ても24勝のうちの 22KO してるわけじゃないですか。こんなの作ろうと思ったってなかなか作れるものじゃないですし、200戦のアマチュアのキャリアがあるんですよね。強いですっていうか、もう強いと思う以外の履歴書がない。撮影している私が偶然ディスの選手にお会いした印象として、彼はとても強くて、そしてきっととても優しい。遠く離れた国で育った2人が運命を手繰り寄せた結果、日本タイトルを争うことになった。2018年5月7日、試合当日。よし、行きましょうか。はい、行きましょう。細川バレンタインはリラックスした表情で会場入りした。いつも通りです。緊張もしてるし、でもまあ普通だもん。昨日フェイスオフやったんですか。いや、フェイスオフというか、はあ、そうですね、あの別にそのフェイスオフって感じじゃなかったんですけど、ええ、なんか両国のあったと思って日本スーパーライト級タイトルマッチ、試合は日本タイトルマッチの歴史に残るような凄まじい激闘となった。
車でキャリアをスタート。世界大会メダルを取り、鳴り物入りでプロデビュー。本国のスーパーライト級王者のベルトを手に入れ、活躍の舞台の日本に移す。次期王者候補たちを次々と撃破。シェイクぞ！1、2、3！1ラウンドから積極的にジャブを打って距離を詰める細川バレンタイン。慎重なディスティノジャパンに対し序盤から強打を当てる展開となった。長期戦を想定しているのか、2ラウンドの慎重に距離を測る。細川は2ラウンドでも強打を当てることに成功し、主導権を握っている。慎重に距離を測っていたディスティノの左が吸い込まれるように当たり始める。細川は距離感がずれ始めた。
距離をつかんだディスティノが攻める。この試合最初にダウンを奪ったのは挑戦者のディスティノジャパンだった。最強挑戦者の噂にたがわぬ実力。立ち上がったものの、このまま飲み込まれてしまうかに見えた細川バレンタイン。まさかの逆襲に転じる。ダウンを奪い返した細川バレンタイン。会場の熱気は最高潮に達した。ラウンドに入っても全く引かずに攻め続ける両者。顔面を狙う細川に対しボディ攻撃が光るディスティノ。細川が左を中心に試合を進めるものの、力が入りすぎているのか、追撃の右パンチが大振りになり、ディスティノを仕留めきれない。Thank you.
疲れを見せない両者が攻め続ける。そして決着の時は突然訪れた。Up to the rest of y'all. I ain't dancing, nigga, I just moved to the beat. Sit there and I'm a-